ちょっと後ろ、はい、ちょっと見えなかったと思うんですけど、こうリボンが、大きなリボンがついてて、大きなリボンがついてますね、はい、これが可愛くてポイントになっています。もうすごい素敵なドレス、作詞をご担当いただいたんですよね。そうなんです、今回私が作詞をさせていただいて、まあ、実はもうあのディズニーマジックキャッスル2じゃなくて1の方は、はい、もう去年の秋頃からずっとプレイしていて、はい、ものすごくハマっているゲームなので。すごい、ありがとうございます。あのマジックキャッスル の, その夢に連れてってくれる、はい、その世界観だったり、そのキラキラした世界観をイメージして書いたんですけれども、はい、こう自分が想像できるこう夢だったり、はい、未来があればそれは叶えるためにあるものだと私は思ってるんですね。だからこう自分を信じ続けていくことの大切さというのと、夢はこう願っていればいつか必ず叶うんだよということをこう伝えたくて作詞しました。集めていただいたんでしたっけ。あのこのゲームはシールを100枚集めるんですけれども、95枚集まりました。これはすごいことですよね、岡野さん。前作をプレイされた方は分かると思うんですけども、はい、かなりやり込まないと到達できない数字です。ただあと5枚がですね、すごく難しいんです。そうですね、もうレアアイテムなんですよ、あとは。ちょっとこの5枚集める方法をちゃんと岡野さん後で教えてあげないと。はい、分かりました。本当に奇跡を起こさないと出ないぐらいの。ちょっとじゃあこれはやばい、夢を叶えていただくために。どうですか、着心地は。着心地ですか、若干歩きづらいんですけれども。さっきも転びそうになったんですが、でもやっぱりこういうプリンセスな衣装を着ると気持ちもやっぱ変わりますね。風に使っていきたいですか。いやもうライブで毎回着たいです。はい、これこのままバージンロード歩けそうですよね。うわ、こんなので歩いてみたいです。予定っていうのは。あ、ないです。